はい、3日目ですね。今セブ島のマーケットに来てます。バーベキュー、フィリピンのセブのバーベキューができるところに来てます。ラシャン、はい、ラシャン、ラシャン、あーラシャンっていうところらしいですね。あ、なんかありがとうっつってる。ありがとう。はい、ベンチェニアル、バレンタインアイ、あー、はい、知ってる、ハッピーバレンタインデイ。わー、すごい、わー、ラトゥナ、トゥナ、トゥナティ、すげえ虫がたたってる。衛生的で大丈夫かこれっていうようなとこですね。まあなんていうか、多分ちょっとツアー的な感じでタクシーの運転手さんに言うと、今回は2000ペソで、まあいろんなとこ連れてって見せてくれるっていうことなんで、もしね、あのそういうこと、もしツアーとかない方はそういうの頼んだ方がいいかなと思います。最初2500ペソって言われたんですけど、ちょっとディスカウントしてもらいました。で、そのまあバーベキューするらしいんですけど、これシステムがね、ここで焼くらしいんですよ。ここ焼く。今ですね、とさっきのバーベキューを今焼いてもらってるということなんで、その間にですね、ドリアン、これ見た目、こう中身ですね、150ペソでした。ちょっと食べてみたいと思います。臭いでしょ。ドリアン。ドリアン。デリシャスだって。おお、まあ臭いけど、もう一回。うわ、臭。ちょっと食べます。ちょっとマジ吐きそう。なんだこれ。なんだろう、なんか食べたことある味なんですけど、いや気持ち悪い。全部は食べれないです。うわ、由来です。Thank you。 Thank you だって。これちょっときついな。何が出てきた。到着しました。ビールも来ました。サンミグライト、これが一番飲みやすいね。なんだかんだ言って、なんかね、いっぱいね、腸とか、まあレバーでしょ、あるんだけど、よくわかんないね正直言って。はい、とうとうですね、料理が来たので一個ずつ食べてみたいと思います。こういうね、手袋をもらえるのでちゃんとつけて。これが腸ですね、鶏の。食べてみます。あ、美味しい。ちょっとスイートとサワーちょっとミックスした感じ。うん、でもなんかやっぱりこの色のやつは味はあんまり変わんないですけど、美味しいですね。トラディショナルな味がすごいします。これ豚ね。あ、うまっ。レバーは、思ってたら全然危険な味じゃないっていう。タクシーのおじさん、天ぷら買ってきたみたいです。天ぷらこれ。What's this? Steak. 初めて見ました。でね、こういうのも席に置いてあって食べ放題みたいな感じで、ライス中に入ってます。ちょっと開けてみますね。こんな感じ。ちょっと衛生面怖いね。うん、臭くてまずい、そんな感想です。
ハエがめっちゃ飛んでます。まあ、でも全部多分美味しいと思うんで、食べてみたいと思います。ラプラプというお魚です。匂いはまあ、美味しそうな匂いって感じ。バーベキュー、フィリピンスタイルの。ちょっと食べてみます。手で食べるね。熱いね。まあ、白身魚の、まあ、味は美味しいね。美味しい、これも。人参も。うん、さっきの形とはちょっとだいぶ変わっちゃいましたけど、焼いてくれて味付けもしてくれました。とても美味しいです。値段は知りません。初めて今手で魚を食べてるんですけど、とても美味しいです。ちょっと熱いんですけどね、こういうのあるんで、ぜひトライしてみてください。あの、東京の人でも全然楽しみな味になってます。I love you 今だけは悲しい歌聞きたくないよ I love you